こんにちは。僕ヤバニュースのお時間です。あれ、ずんだもんお前レギュラー化するの？花火が作成面倒じゃない限り出ろって。そうか、それじゃあすぐ出番がなくなるな。なんてこと言うのだ、僕だって役に立つことくらいあるのだ。はいはい、そういうことにしておきましょう。ニュースの前にご報告とお礼です。当チャンネルの登録者数が4000名を突破いたしました。のりお先生と僕ヤバ一本でこの登録者数、人気の高さのおかげではありますが、このチャンネルの動画が好きというお声も多数いただき、すべての方に感謝をお伝え申し上げます。感無量です。本当にありがとうございます。この動画の最後に次回の動画予告を挿入します。今後もゆっくり僕ヤバ全力特化チャンネルを応援のほど、よろしくお願いいたします。さて、それでは遅くなりましたが最初のニュースです。僕の心のヤバいやつ劇場版制作が決定いたしました。これは9月29日に行われたアニメの振り返り上映会で直々の発表があり、瞬く間にネットを駆け巡りました。ネット上では歓喜の渦が起こり、人気の高さが認知でき、今なお心に残ってやまない作品であることを証明しております。映画の内容といたしましては新規映像、テレビシリーズの特別総集編、市川と山田のその後、3点が目玉のようです。アニメ25話分を全部見返すのは大変時間がかかるため、総集編は嬉しい内容ですね。あのシーンや、こんなシーン、まぶたの裏にある名場面が映画館で復活。最高すぎませんか？新規映像も気になるところですね。原作との違いの部分を作り直したりもあるかもしれません。市川と山田のコンボ？ということは原作9巻の先だし。こういったことを考えるのも楽しみの一つ。ただ、何か新しいことが始まる足がかりになるのは間違いないかと。アニメ3期やドラマ等々。それ本当だ？いえ、おそらくという範囲で。あくまでもネットで調べた限りではということです。でもそう考えると余計楽しみになってきたのだ。放映日はいつなの？まだ決まってないみたいですね。あくまでも制作決定のお知らせです。続報がある際は TV アニメ公式様から発報があるようです。皆様フォローして待ちましょう。そういえばマリサとズンダモンは9月29日の振り返り上映会は参加できたんですか？応募してましたよね？聞きたいのか？いえ、なんでもないです。いいぞズンダモン。お前も落ちたんかい。次のニュースに聞くのな。次のニュースはこちらです。僕ヤバ11巻発売日まで3週間足らずとなりました。今回は各版社様の特典の発表がありましたので、そちらを取り上げたいと思います。おさらいとなりますが僕ヤバは同巻で通常版と特装版、2つの販売が行われます。3巻から続いている伝統であり、11巻も例外ではありません。今回の特装版ではメイド山田のアクリルジオラマとリーフレットがついてきます。バリカワです。各版社様の特典は別に設けられており、こちらは基本的には通常版と特装版、どちらを購入してもついてきます。そちらを踏まえてご覧いただければと思います。概要欄にリンクを貼りますのでお好みのものがございましたらぜひポチってくださいね。さて、トップバッターはすでにネット予約分の残りが少数になってきている流星堂様からですね。こちらの書店様は毎度クオリティが高く、個人的には一番注目しています。今回はクッションブランケットのようですね。デザインはのりお先生が以前書いてくださったものです。引用対局図のような二人ですがどこか儚げで大変エモいです。クッションの表面裏面ともにデフォルメされたキャラに一般家庭でも馴染みそうなカラーですのでやはり質が良いと感じてしまいます。先ほどもお伝えしましたがネット予約の残数が少ないそうです。直売もありますが、確実に入手するならネット予約をおすすめします。さて、続きましてはアニメイト様から。ドル山とドル山をタイッチの可愛いアクリルキーホルダーですね。ドル山のツーサイドが目を引きます。イッチは妙に板についてますし、シーンとして存在しなくてもイメージできちゃうのが魅力的です。アクキーとは別にメッセージペーパーもついてきます。お値段はリーズナブル。お買い求めしやすいかと。アイドルとしての山田誕生なるか？続きまして、ゲーマーズ様から。書き下ろしゲームマットとミニ色紙がついてきます。サイズは画像表記の通り。おそらくですが、このデザインを気に入る方は多いはず。デートの定番、夜のお祭り、二人の距離感。個人的に何より好みなのが背景ぼかし。際立つ二人。なのになぜか儚げ。一時しかない幻の空間。それが夏祭り。最高か、最高なのか。おまんじゅうさんは絶対これ買うつもりなのな。これ？バカ言っちゃいけません。全部です。山田の浴衣を考察していたのですが、あることに合致しそうでして。そういった意味では個人的には思い入れが強い場面なんですよね。美しさに残される謎。やはり僕ヤバは最高です。
こちらも売り切れになる可能性はあります。ぜひお早めに。続きましてメロンブックス様より、カラナビ付きイヤホンケースとクリアファイルがセットで付くようです。クリアファイルはまだデザイン公開がされておりません。気になる方は都度確認をお願いいたします。カラナビはシルバー調でしょうか。シンプルなデザインで落ち着いたイメージを持てますね。市川と山田が白と黒の猫耳フォンをしているのがたまりません。個人的には山田の服のコーデと色合いがジャストヒットしました。お値段がまたお手頃でして、ぜひ概要欄から確認してみてくださいね。さて、今回お届けする最後の特典です。漫画王様から市川と山田のアクリルキーホルダーのセットです。こちらの優勝特典付きを購入された方のみが対象となりますが、桜井紀夫先生のサイン本が当たる抽選に無償でエントリーされます。購入期限は11月6日まで。抽選に漏れても優勝特典と通常のコミックはついてきます。詳細は概要欄からご確認ください。デザインも11巻にふさわしいメイドですし、今回ご紹介した特典の中では価格が一番安いです。ぜひご検討ください。11巻の優勝特典はここまでですね。それでは次のニュースです。10月23日、関根萌子の誕生日がやってきました。みんな大好き萌ちゃんの生誕日ですね。大人びた風貌に少しだけ憂いを残すこのショットがお気に入りです。この子は絵になりますよね。京太郎を導いたりはたまた導かれたり。男女間の交流は難しいというお考えがある人にはぜひ参考にしてもらいたい子です。アニメだと萌ちゃんと足立との距離が接近してて、先行きも気になるのだ。サブキャラではありますが、私の動画では再生数が常に高いキャラで注目を浴びていることがそこからも見て取れます。恋に勉強に交流に、そして自分を大事に、彼女にとって1年間がより良いものになるといいですね。山田とのツーショットも大好き。登場するだけで嬉しいのだ。萌ちゃん、お誕生日おめでとうなのだ。まだ動画を作る予定ですが別の動画制作の過程で後日になります。完成しましたらぜひ見に来てくださいね。さてそれではその他イベント物販情報です。可能な限り概要欄にリンクを貼りますので気になったものはぜひそちらからどうぞ。この後に次回考察動画予告を流します。ぜひそちらも合わせてご視聴ください。ここからは僕に任せるのだ。10月1日から配信サイトでアニメモクヤバが見放題なのが、10月25日からはネットフリックスの見放題スタート。映画と原作とまだまだ楽しみが盛りだくさんなのだ。DMM スクラッチ様から僕やバブッツが登場。可愛いニャンコに扮したおなじみの2人に加え、萌えちゃんも参加、僕も欲しいのだ。ブッツマ様から山田アンナマニーフィギュアが現在予約受付中。サイズは47センチ以上の特大サイズ。平行な作りの山田と毎日ちっちゃいちゃできちゃうのだ。僕好みのちょっとエッチな山田抱き枕シリーズが再販復刻。みんなはどの山田が好み？僕は断然制服なのだ。みんなはもう読んだ？僕やば小説絶賛発売中。左上の女の子、どこかで見たことがあるような。ギリ写真渡すドーナツで検索すると PV もあるのでぜひ見てほしいのだ。小説超おすすめ。海外版僕やばコミックスも大人気。さらにさらにチャンピオンクラスのしおりに僕やばがついてきちゃう。各書店で見かけたらもらっちゃおう。終わり。閉店。なんだもん、お前もう来なくていいぞ。私よりも扱いが良すぎる。ただの嫉妬だな。見えないだおつまでみたい。疲れたしないのか疲れたいのかどっちなんだ。さて、それでは次回考察動画予告です。山田は独白を始めたわ。山田はね、私もちゃんと伝えたいと言ったわ。山田はここに真の自分をさらけ出します。ここに山田の心が詰められています。少し分けて話しましょう。山田アンナの本の一部でありたい。市川の見た景色を知る山田の説明をしよう。その結果、山田を好きだと自覚した。はい、以上になりますね。お楽しみにしていただいている方には申し訳ありませんが今しばらくお待ちください。動画の進捗状況は週1程度でコミュニティ投稿しております。ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、いつも嬉しく思っているのだ。今後も桜井紀夫先生と僕やば一本で頑張るのだ。今後の動画も楽しみにしててほしいのだ。それでは次回もまたゆっくりしていってね。